ハンスカール・フォン・ビンターフェルトハンスカール・フォン・ビンターフェルトはプロイセン王国の中将である。多くの領地のあるにしてフリードリヒ大王の腹心であった。ハンスカール・フォン・ビンターフェルトはポンベルンのファンゼローで貴族のビンターフェルト屋に生まれた。彼は1723年、オジノカスパーディート・ロフフフォン・ビンターフェルトが勤務するプロイセン軍の連隊に入隊した。 1740年にはフリードリヒ大王の副審としてサンクトペテルブルクへ行使として派遣されている。同地で彼はロシア帝国との軍事同盟を目指すオーストリアの試みを巧みに妨害した。シュレージエン戦争の勃発とともにビンタンフェルトはプロイセン王国へ戻り、1741年にグローガー攻略戦モルビッツの戦い襲撃に参加した。その後まもなく、 大佐に昇進している。1742年に入ると、ビンターンフェルトは、コツズイッツの戦いに加わり、1745年には、ホーエンフリートベルク、ランデスフートそしてヘンネルスドルフで戦う。続いて講和が結ばれると、彼は常に、フリードリヒ大王の側に仕え、高級副官となった。大王は、いわゆるウェストミンスター条約に向けた交渉のため、 ヴィンターフェルトをロンドンへ派遣する。この条約によってイギリスはフランス王国と北米植民地戦争を継続するべく後輩の安全を確保できたのである。なおヴィンターフェルトはある程度国王の参謀総長としての役割を果たした。この点では後にプロイセン軍に導入された参謀本部の機能を歴史的に先取りしていたと言える。1756年彼は フリードリヒ大王からプールルメリット勲章とクロアシ勲章を授かった。また、同年、大王はビンターンフェルトをコルベルク要塞司令及びコルベルク総督に任じ、中将に昇進させた。なお、かつての八家不評連隊の連隊長にも就任した。品種のビンターンフェルト、アクル1757年5月6日、ビンターンフェルトはプラハの戦いにおいて、 左翼の不評部隊を指揮する。その後、オーストリア軍が犯行に転じると、彼は、モイスの戦いで左肩から喉の付け根にかけて重い刀傷を負い、翌日に、ゲルリッツのオーバーマルクと八番地で没した。ベルリンの正位軍人墓地にある、ビンターンフェルトの墓。9月17日、フリードリヒ大王は、ビンターンフェルトの死を報じられると言った。 私は我が敵の大軍に対して様々な対策を見つけるであろうが、ビンターンフェルトのようなものを再び得ることは少なかろう。様々な見解があるものの、ビンターンフェルトは絶対的な忠誠心と戦略的な能力によって大きな信頼と高い名声を博した。それに対し、ツイーテン・ヤベーベルン・コといったプロイセンの他の将軍はビンターンフェルトを 地位の高さゆえに完全に嫌っており、その死を聞いても必ずしも悲しまなかった。また彼は他のライバルに対し陰謀を企み、干渉したとして非難されている。プロイセン公使ハインリッヒにとって、ビンターンフェルトは戦争の先導者であった。ビンターンフェルトの救世は、この王帝に言わせれば、神の正しい裁きですらあったのである。そのため、ハインリッヒが、 兄のアウグストビルヘルムや3回にわたるシュレージエン戦争を戦った諸将を記念し、ラインベルクに立てさせた記念碑に、ビンターンフェルトの名はない。しかし、フリードリヒ大王自身の名もまた刻まれてはいない。没死して100年後、ビンターンフェルトの遺骸は、ベルリンの正義軍人墓地へ移された。その破壊死の裏には、フリードリヒ大王の言葉、彼は、優れた、良き人にして我が友であった。 が刻まれている。ビンターンフェルトのために、ゲルリッツのビルヘルム広場に記念碑が建てられた。また、モイスには、石碑がある。なお、記念碑のほとんどは、ベルリンに存在する。プロイセン王国の将軍の中でも、ビンターンフェルトのためには、大理石で作られた像が、ベルリンのビルヘルム広場に建てられ、現在は、ムゼーブムスインゼルの棒で博物館にある階段の前に置かれている。 すでに19世紀、彫刻家のアウグストキスが制作したオリジナルは、完全に、新しい青銅像に置き換えられ、博物館に収蔵された。加えて、ビンターフェルトの姿は、クリスティアン・ダニエル・ラウホの作品で、1851年に、除幕された、フリードリヒ大王の騎馬像の一部に見ることができる。現在、この像は、ウンターデンリンデンに設置されている。また、 ベルリン市内には、彼にちなんで命名されたビンターフェルト通りと、ビンターフェルト広場がある。2009年、ツイーテン大賞にちなんで命名された、ツイーテン広場に、ビンターフェルトを記念して、記念碑が建てられた。それらはローデッサウコウ、ツイーテン、在東リッツ、カイト及びシュベリーンの諸将の石踏みに並んでいる。ロシアに滞在していた時、ビンターフェルトは、ロシア軍の元帥。 ブルクハルト・クリストフ・フォン・ミュンニヒの屋敷で暮らしていた。ここで彼は、元帥のまま娘、ユリアーナ・ドロテア・フォン・マルツァーンと知り合う。二人は1732年に結婚した。2009年1月10日のベルリーナー・モルゲンポストの記事。ありがとうございます。